新引田の車窓から。今日は新快速で湖西線長原駅から敦賀駅までの車窓をご覧ください。次は大見市大津です。お出口207です。大見市大津から北陸線木之本長浜米原方面お越しの客様お乗り換えください。新快速米原経由姫路行き10時7分です。着きました。同じホームの向かい側4番乗り場でしばらくお待ちください。大見市大津到着いたします。
到着は9時50分の到着です。運転をいたしております。敦賀から先福井方面の電車につきましては列車の本数を大幅に削減して運転をいたしております。詳しい情報につきましては駅と通学到着後案内放送にてご確認ください。大変なところ大幅に本数を減らして運転をしております。
願いいたします。次は終点鶴座です。お出口左側5番乗りは到着です。ただいま竹津から福井の間、除雪作業のため運転を見合わせております。そのため敦賀から先もただいまのところ普通電車の連絡列車はございません。ただいまのところ運転を見合わせております。しばらくの間敦賀駅でご乗車いただきますようお願いいたします。ただいま竹津福井間におきまして除雪作業のため運転を見合わせておりますので、敦賀駅でしばらくの間お待ち合わせいただくことになります。本日はご不便をおかけいたします。まもなくいたしますと電車が左右に揺れます。到着5番乗りはホームとの段差があります。ホーム一段低くなっています。足を取ってきてください。ドアは自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。お出口は左側です。
福井行き普通列車、ご利用のお客様にご案内をいたします。ただいま福井方面で除雪作業を行っております。ただいま福井方面で除雪作業を行っております。そのため9時53分発普通列車福井行き大幅な遅れが見込まれております。ただいま折り返しとなります列車除雪の作業を行っているため、敦賀駅到着11時ごろを見込んでおります。敦賀駅到着普通列車福井行き折り返しとなります列車到着が11時ごろを見込んでおります。本日乗り場変更いたしまして、7番乗り場への到着となります。折り返しになります列車7番乗り場への到着となります。9時53分発普通列車福井行き7番乗り場からの発車を見込んでおります。敦賀駅到着11時ごろを予定しております。敦賀駅到着11時ごろを予定しております。ただいま福井方面では除雪作業を行っております。除雪の作業を行っております。ただいま折り返しとなります列車除雪作業を行っている影響で、9時53分発普通列車福井行きは折り返しとなります列車11時ごろ到着の見込みです。なお除雪の状況につきまして、除雪作業は9時53分発普通列車福井行きは敦賀駅到着11時ごろ